どうも皆さんこんにちは、渡辺です。平しおりです。よろしくお願いします。お願いします。今日はまたあれなんですけど、ナイトアイボーテの夜寝る前のアイブチを多分先週池田さんがつけたんですけど、まあつけて、まあ1週間経ってどうなるかみたいな。でもほんまこれ1ヶ月ぐらいやな。そうです。1ヶ月か2ヶ月ぐらいつけなダメなんですけど、1週間でどうなるかっていうので、まあちょっとここに今出してるんですけど、ちょっと線が出た。そうですね、うっすら線が入ってきたかなっていう感じです。だからまあその線がちょっとつきやすい人やったらもう結構つくし、うん、まあがっつり線がない人は、はい、1ヶ月ぐらいやらないとぶっちゃけつかないなみたいな感じやんな。でも結構強力なんや、これ。どっちかって言ったら。強力です。はい。強力、なんかその、つけたのりが強力なの、これは。そうですね。普通のやっぱアイプチと違って、しっかりしてるので、うん、なんか、ぐっと上がる感じがします。1週間やから、まあ、ぶっちゃけな話、つきやすい人だったらつくけど、つきにくい人やったら、もうちょっといかなあかんっていう感じかなと。1ヶ月ぐらいちょっとこれからまだどんどんつけていて、もうほとんどやってねえな、毎日は、はい、やってるから、まあ、また1ヶ月後どうなるかっていうのをちょっと違う動画のやつでさらっと流します。なんでまずちょっとそこはまだ言いますね。ただプラス、はい、もう一個裏技あるんだけどな。そうです、うん、ちょっと日中もやっぱ二重幅をキープしたいので、うん、まあ、私が毎日やってるあるものを使って二重を作るんですけども、それを今日は、はい、動画にこの後だ、まあこれプラス、あともう一個裏技で、これ夜やんな、はい、でもう一個は昼間でもいけるっていう。だからもう変なし、結果的に24時間ずっとやってますねっていうことやな。そうです、っていうことなんで、本当に悩んでる方、これプラス、裏技ぜひ参考にしてみてください。はい、それでは動画スタート。私はメザイクとか、まあ、アイプチとかで二重を作るのではなく、このバンドエイドを使って二重を作っていきます。まずバンドエイドを開けます。絆創膏とかいろいろ種類あると思うんですけど、このバンドエイドっていうのが一番おすすめです。で取り出して、今日は目の形に沿うようにこういう風に三日月型に切っていきたいと思います。結構斜めとかで使う子もいるんですけど、私はこの目に沿った三日月型で作っていきます。で、初めにそーっと剥がして、ここの紙の部分を後でめくりやすいようにちょっと切り込みを入れておきます。こんな感じで切り込みを入れておきます。で、次にこっちを切っていきます。で、すごいハサミもポイントなんですけど、切りやすいハサミを必ず用意してください。薬局とかで売ってる、100均とかじゃなく薬局とかで売ってる500円ぐらいのハサミがすごいおすすめです。じゃあ切っていきます。と、あんまり分厚すぎてもやりにくいので、1ミリぐらいの幅で切っていくのがおすすめです。このぐらい、これぐらいがベストです。こちらがベストな太さです。こっちだと少し分厚すぎるので、二重幅があまり綺麗に作れないです。では実際につけていきます。先ほどカットしたバンドエイドを使います。切り込みを入れてるのでスムーズに取れやすいです。で、鏡をちょっと下の方に貼る位置なんですけど、私の場合ナイトアイボーテで作った二重幅のこの線があるんですけど、線のやや上、これを目印に、それの少し上に今日は作っていきたいと思います。で、貼る位置場所なんですけど、ちょっと中央から目尻の方に
テープを貼っていきます。で実際貼っていきます。付け終わりました。バンドエイドなのでかなり肌なじみもいいので、つけてる感もあまりなく、まあ、目立ちにくいかなと思います。汗水にも強いので全然取れにくいです。